本社中本店クラス氏株式会社は、大阪府堺市中区に本社を置く回転寿司チェーン、東証一部上場。回転寿司チェーンストアの無天蔵寿司を展開し、全国各地に460店以上の店舗を持つ。無天蔵寿司のほか、近畿圏に和食レストラン、無天蔵や蔵天燃料市場を展開。2014年からは台湾に進出し、 2020年11月現在31店舗を展開。2019年度の売上は70億円に上る。2020年9月17日には台湾の証券取引所に株式上場を果たした。アメリカ合衆国には2020年11月現在28店舗を展開。一皿税抜き100円のもののほか、一皿で一貫、皿2枚重ねのものもある。 鮮度くんについている IC タグによる製造時間制限管理システムを導入後、1999年に長時間レーン上に置かれた寿司を自動廃棄するシステムを導入。直線型レーン、タッチパネル式注文システムを導入。客が皿を投げ入り口に入れることで、洗い場まで自動的に回収され、同時に枚数がカウントされ生産される。2000年、 テーブル席に5皿ごとにカプセルトイ景品が当たる抽選機ビックラポンを導入する。携帯電話で順番待ちや予約が可能な e パークシステムを利用できる。2011年12月1日から店舗内を飛び交うツバ、ホコリ、ノ全店舗に店舗支援システムがあり、本部から全店舗を見ることができ、本部から運営における援助をすることができる。 合計50件以上の特許がある。最近は7種の魚介醤油ラーメン、天丼、うな丼の販売をしている。寿司の100円均一価格を値上げせず維持するための方策として、ラーメン、丼物、デザートなど、付加価値を取れる寿司以外のサイドメニューの充実を図っている。例園上の寿司は、かつては、土、日宿日のみ、わさび抜きであったが、後に、終日全品。 わさび抜きとなる。テーブルにわさびを備え付けている。醤油皿は基本的に置いていない。ちなみに、食品安全教育研究所代表の川岸、広和によれば、ライバル店を連想させるため、自身の店で出す、かっぱ巻きをわざわざ、きゅうり巻きと呼んでいるとのこと。スマートレストランを2021年中に作る、計画で、受付からお皿の勘定を、 会計まで人を介さずできる仕組みを国内全店に導入予定。2020年12月現在、北海道を除く46都府県に店舗を展開している。このうち北海道エリアについては、食材の配送網などを理由に長らく見合わせていたが2021年秋までに複数の店舗を出店すると報じられ、全都道府県出店を達成することが明らかになった。 ロゴ変更後の店舗、食の戦前回帰を企業理念としている。クラッシャでは食品添加物の大半は戦後に普及したものであり、安全性は未まだ確立していないとの考えから添加物のない戦前の食生活を取り戻すことを目指している。これを具体化する取り組みとして無点にこだわることを表明している。クラッシャでは店名を無点喰らずし、 PR キャラクター漫画を回転無点丸とするなど無点が同社の代名詞となっている。なお無点はクラ社の登録商標である。ただ2020年にグローバルロゴが刷新された際、ロゴマーク時代からは無点の文字が削除された。無点とはクラ社独自の用語でありクラ社が指定した4大添化物を一切使用しないことを意味している。クラ社は化学調味料。 人工甘味料、合成着色料、人工保存料には100種類以上の添加物が分類されるとしているが、一覧は非公表としている。また、4大添加物に分類されない添加物の使用の有無についても非公表である。なお、厚生労働省は、無添加である旨の表示については、消費者が誤認を生ずることのない表示が求められるとコメントしているが、無点は、 無添加とは異なるクラし者独自の概念であるため、使用添加物、不使用添加物の一覧を公表しないことに関して、違法性の問題が生ずることはない。ク蔵寿司は無添への取り組みによって、食の安全を求める消費者に強く訴求し、業績を伸ばした。一方、魚の切り身に人工保存料を使用することは最初から法令で禁止されており、他の回転寿司でも使用していないものだから、 企業努力で排除したかのように記載すべきではない。厚生労働省によって安全性が確認された、指定添加物の化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料を排除しつつ健康リスクがある。既存添加物を使用しているようではまとはずれだ。食の安全のために必要なのは、添加物を使用しないことではなく、適正な使用量を守ることではないか、 などと、無点へのこだわりを批判する、専門家も存在する。クラッシュスタジアム酒井酒井氏が、原地公園に建設して2020年春にオープン、する野球場について、年500万円を支払う形で命名権を取得した、ことが2019年11月に公表された。2020年4月より、クラッシュスタジアム酒井という愛称が使用されている。 週刊女性2005年3月1日号に代替ネタにご用心。一皿100円均一。本物ならばありえません。という記事が掲載された。これは店名を挙げずに回転寿司のネタはマダイの代わりにティラピア、カンパチの代わりにギスなどよく似た安価な魚を代用したいわゆる代替ネタが使われているのではないかと指摘するものだった。これに対しクラッシャーは 倉寿司では本物の食材を使っているのに代替ネタだと報道されたことで信用を既存されたとして発行元の主婦と生活者を相手に300万円の損害賠償請求訴訟を提起。2006年4月11日大阪地裁は記事は回転寿司全体を対象とした問題提起であり倉寿司を名指しして代替ネタと批判したわけではないから信用既存には 当たらないと認定し、クラ社の敗訴となった。その後、クラ社は大阪交際へ控訴する構えを見せていたが、2006年9月26日、主婦と生活者側が、記事はクラ寿司を対象としたものではないと確認したことで、損害賠償請求を取り下げた。2010年9月1日、社訓の暗証が遅い内定者に対して、 クラ社が内定自体を強要していた疑いがあると毎日放送が報じた。報道によれば、クラ社は社員三受けと呼ばれる社訓を定めており、例年内定者を対象として、これを35秒以内に暗唱することを目的とする研修合宿を開催していた。しかし、社員三受けは分量が多く、毎日放送によれば35秒以内の暗唱は、 プロのアナウンサーでも困難なものであった。そのため暗証速度が規定に満たずに脱落するものが相次ぎ2010年の合宿では結局20名以上が内定自体に至った。同月、元内定者は内定自体はクラシャに強要されたものであるとして給与の保証と精神的な医者料を求めてクラシャを提出した。内定自体届には損害賠償は 一切しないという一文が盛り込まれていたが、これは、クラシャの人事担当者の指示で、強制的に書かされたものであると主張した。一方、クラシャ及び研修を受け負った、アイウィル社は、毎日40分から60分間練習すれば1ヶ月から1ヶ月半で、社員3受けの35秒以内の暗証は可能で、あるとし、内定自体は、本人の意思によるものだと反論した。裁判は、 翌年7月に和解となった。なお、クラ社は、この事件に関して、社名を出して報道することは、報道の応暴である旨の抗議文を、ウェブサイト上に掲載し、報道機関各社に対する法的措置を検討する、ことを表明した。2016年3月、インターネット上の匿名掲示板に、ここは無点クラなどと評判するが、何が無点なのか書かれていない。 イカさま臭いとの書き込みがなされた。これに対し、クラジャの IR 担当者が掲示板上に現れ、クラ司氏では4大添加物を排除しております。ご不明な点は、実名で当社 IR 担当までお問い合わせいただけますよう、うなどと反論。しかし、書き込みを行った人物は納得せず、化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料は、 クラシャ独自の分類であり、具体的に何が含まれているのか公表していないことを指摘した。IR 担当者は、100種類以上ある不使用添加物を列記するというのは現実的でないため、4大添加物と総称で記載させていただいております。と一周し、法的手続きの準備に入ったことを報告した。クラシャは、インターネットプロバイダであるソニーネットワークコミュニケーションズに対し、 書き込みを行った人物の氏名や、住所などの個人情報を開示するように要求し、訴訟を提起した。2017年4月12日、東京地裁にてクラシャ敗訴の判決がなされた。判決では、書き込みは、クラシャの無点表記に対する問題提起であって、公益性がある点、使用添加物、不使用添加物に関する情報をクラシャは公開して、 おらず書き込み内容は真実である点が認定され、違法性はないと結論付けられた。これに対して、倉社は、公益性があるという発言を裁判官がしたのは、にわかに信じがたいと判決を批判する文書を、ウェブサイト上に掲示した。2019年2月4日、倉寿司の店員が、食材の魚をゴミ箱に捨てた後、それを拾い上げて、 まな板に戻すという不衛生な行為を冗談半分で行う動画がインスタグラムへ投稿された。この動画はインターネット上で広く拡散した。これを受け、6日、クラシャは動画は大阪府森口市のクラス市店舗のアルバイト店員が撮影したものであることを認め、ウェブサイト上で謝罪した。また、監視カメラの映像を確認したところ、アルバイト店員は、 撮影を終えた後に魚を再び破棄し、念のためにまな板を消毒までしており、客に対する被害は一切なかったと説明した。クラッシャーは8日付で当該店員との雇用契約を終了し、退職処分とした。さらに、店員の不適切な行為によって損害を被ったとして、刑事及び民事の双方で店員に対する法的処置の準備に入ったことを発表した。 このような対応に至った理由は、店の信用回復と同様の事件の再発防止につなげ、抑止力とするためとしている。ありがとうございます。